にちは、ダンスオブブルーのミスタレスの岡田あゆみです。今日は、家でできる内ももの鍛え方をご紹介したいと思います。ソファで寝っ転がったりとか、床に寝っ転がったりだらーっとして見てることが多いと思うんですけど、そんな時を活用してやってみたいかと思います。で、皆さんクッションとかありますよね。あ、もしなかったら枕でもいいかと思います。まあ、寝っ転がりますね。こうテレビ見たりしてますね、きっと。で、寝てってクッションをここ前に、でなるべく足こう90度になるよ。で寝て、ほんと足をこう上げるんですけれども、この時にこの内ももが鍛えられるんですけど、その時に1個、意識してもらいたいのはお腹もちょっとお腹の奥の方をちょっと意識して、息吸って、ふー、息を上げ、でなるべくここちょっとピッ、1、2、3、息を上げ、1、2、3、1、2、3っていう感じで、いかがでしたか？これなら見ながら、テレビ見ながらでも簡単にできるんじゃないかなと思います。ぜひやってください。